石川さんの、まあ、この辺の模型もそうですけど、石川さんのお家はあのほらお家シリーズっていう名前もついてますけど、こういう家型になんかすっごいこだわりを感じるんですけど、はい、これは何かやっぱりあるんですか、家とはこういう形がいいんだろう。そうですね、まあ、家とはこういう形っていうのはまああれなんですけど、まあ、そもそもその最初 の, その家あの設計した家がその、まあ、そういう家の形すごくシンプルなアイコンの格好してるんですけども、それをこの、まあ、そういうふうにしようと思ったきっかけっていうのが、あのまあ一つはローコストの家 で縦売りベースのフリープランということで、まあ、あのこちらでその図面描いてもその工務店さんがやってくれるか分かんないわけですよね。だから工務店さんに図面見したときに、あ、これ簡単そうだよねって、これならできちゃうよっていうふうに思ってもらわないといけないっていうのがまず第一にあって、でまあ仕上げとかそういうのをまあなるべくあの種類を減らして、でまあ外壁もモルタルに塗装だったら誰でもできるし、まあ木造で切り妻だったらこれ以上簡単なもんないでしょうっていう、そういうふうな作るスタートからいこうっていう。であともう一つは それを設計していた頃って、そのまあ、あの なんというか、80年代終わりの90年代とかあの辺とかって、その例えば住宅を住宅に見えないようにこうすごくこうなんていうか複雑にこう外観を作るっていうんですか、うん、家に見えないようにするっていう風なこう建築界の流れみたいのがこうあったと思うんですよね。でまあ、僕もそれはその働いてる時はそれであの、まあ、なんていうかデザインとんがったものを作って、それを雑誌発表してっていう風な流れの中でいて、それでいいとはまあ思ってたんですけど、なんかまあやっぱりちょっと自分で初めて自分だけのこの気持ちで作る時に、ちょっともう素直にこうやってみた方がいいんじゃないかなと思って、それでまあ、あのもう家なんだから家の形が素直に分かるっていうことで、まあ、何ができるかっていうのをこうまあ、勝負してみたいというか、そういう気持ちがあったんでそうしたんですね。だからあの、まあ、当時はだから例えばなんですか、シンメトリーになってる建物っていうのは、まあ、教会とかそういう宗教建築とかであったりしますけど、はい、住宅でそういうのはもう普通は避けるんですよね。ああ、なるほど。いわゆるダサくなると言いますか、うん、いうようなところがあるんで普通は避けるんですけど、まあ、あえてそれはそれでやってみるっていう風にしたんです。でそれでやって、それがその、まあ、さっきテレビでの皆さんであるとか、あの紙メディアとかいろんなところに出させていただいたら、うん、それがいいじゃないっていうふうなことをこう思ってくれて、うん、同じ感じでお願いしたいですっていう人がこう出てくるわけですよね、うん、だからあの、まあ、そういう感じのものがもうなんというか、続くといいますか、うん、っていうところがあって、で僕自身もそういうこうものにちょっと興味というか、あのやってみたら面白かったので、うん、まあ、よりそれをこう次の作品、次々の作品でも、まあ、あの同じ手法で深めてみるとか、うん、あるいはまあちょっとアレンジするだけで随分変わるなっていうようなところが分かったので、まあ、ちょっと面白くなっちゃって。なるほど。でまあ、よく高さ制限とかあるとこう斜めにこうなってる家あると思うんですけども、まあ、そういう時は斜めになってるから、まあ、それをこう対象にして、まあ、形整えるとかっていうふうにするような感じにしてるっていう、うん、ね、だからかなんか確かに石川さんの設計のうちってなんかあの高さ制限って無理やりカットした感が薄いですよね。そう言われてみると、そう確かにそう思っていただければ、うん、まあ、一応成功してるかなという感じです。はい、形はまあそうです。あと色ですね、はい、もうほとんど白と黒ですよね。そうですね、まあ、あの白黒と、まあ、たまになんか木目を少し入れたりみたいな、うん、いう感じですね。まあ、それもまあなんかその最初作った家がやっぱりそのスタートがそんな感じだったんですけど、まあまあ一つはやっぱりさっきのローコストだからいろんなことはできないので、うん、そうするとまあまあクロスの壁でしょうっていうことになってくるのと、部分的に木目の板張りができますかねっていうようなところっていうのがまあ最初のまあスタートですね。でそれをやってるうちに、まあ実は白ってこう太陽光によっていろんな色に変わるっていうことも分かってきたので、まあ、非常に面白いなと思って、それが割と多いで
ですね。あのお施主様があの違うあのご希望がなければこちらからはそういう感じで提案したり、すいません白ベースのね。例えばその室内とかで一面まあ色がついて赤だったり、まあ、あの油彩色だったりすると、あの光が入った時にそこにその反射して、その乱反射で家中がその光に支配されちゃうんですよ。なるほど。だからもう朝から晩までずっとその色なんですよ。なるほど。だそれはちょっと僕の場合はあのそうじゃない方がまあいいかなと思っていて、まあ なんですかね、例えば白でこう作っていって、まあどっかちょっと窓の取り方にもよるんですけど、天窓とかつけといたりすると、昼間はまあ当然まあ普通に明るくて、で夕方になるとだんだん空が青くなっていったり、夕方になっていくとそれがあの天窓とかから入ってくると壁がこう青くなったりするんですよね。で一瞬だけこうオレンジ色になって、で夜になると今度月明かりがなんかこうスパッと入ったりなんかして、でそういうのっていうの、そういう淡い光の変化っていうのはやっぱり白じゃないとわからないんですよね。でまあ、あの 今というか特に設計する場所は東京とか 、まあ、都会部が多いというか住宅地、密集している住宅地が多いので、まあなんかその風とか入れるって言ってもなかなかもうこの東京であったりのものすごい暑い時に窓を開けて自然換気でしょっていう話でもないので、そうすると唯一その住んでる人が感じられるその自然環境って光、太陽の光だけだよねって思ってて、なんかせめてそれがその季節とか時間で変化していくのをあの家の中で感じられるような仕組みにしておきたいなって、まあ、思うんですよね。まあ、そういう結果、まあ、白ベースっていう。で黒はまあ全部白だけだと目にありつかないのでまあ一部ちょっと黒も使うっていう感じにして、で黒ならそのまあ無彩色なんで反射光がないので、まあそれをコントロールしやすいんですね。であと、石川さんのですね、まあ、たまたま一番最近ね、取材でお世話になったおうちとかもそうですけど、ワンちゃん猫ちゃんが多いっていうか、いやあの僕がお邪魔し直接お邪魔したのはそのこの間のと、あとその前の調布のワンちゃん猫ちゃん両方いる2世帯の、2件だったんですけど、ホームページを拝見したらあの割とペットのいるお家すごい多いですねそうですね、なんかそのまあ一番最初のそのさっきのそのちっちゃい家がワンちゃんのと一緒に住むことを結構なんというか特徴にしてる、まあ、3階建てだけど2階がもう犬専用みたいな、そういう風な感じだったので、その当時はワンちゃんのいますよみたいなご依頼がまあまあ多かったんですかね。で その中でそのあの取材していただいた調布の家がワンちゃんと猫ちゃん猫と両方いて、でそれがちょうやっぱりこう猫 そのキャットウォークの仕掛けを作って壁にこうぐるっと回るのを作ってあげたのがすごくこう評判が多分良くて、それでこう依頼がこう続いていると、まあ、あとちょっと猫ブームですもんね。猫ブームですね。それもありますね。ワンちゃんから猫ブームにちょっとこう時代的にこう動いてるのと重なってる感じですよ。なんかもうっかりするとペット建築家みたいな肩書きがつけられちゃいそうなそうですね、そういう、こう取材の仕方をしていただく時期も結構ありましたけどね。西川さんなんかペットは飼ってらっしゃるんですか？いやそれがですね、ペット飼ってないんですよね。僕自身は団地育ちなので、はあはあ、まあ、犬も猫も飼っちゃダメですっていうことだし、で、まあ、今はもうまあその出張とかでその、ね、家開けたりするあれをするとやっぱりワンちゃんだとか猫ちゃんだとかっていうのがその、ね、放っておくわけにもいかないでしょうか ら、まあちょっと飼いたいなっていうか、いいだろうなっていうのは、まあ、やっぱ自分の設計してこれね行くと見るから思うんですけどね、実は自分では経験なしという。そうなんですよ。そうですね。猫ちゃんがなんかすごいじゃないですか、キャットウォーク、ぐるんぐるん回ってなんか通路作ったり、専用、この間の階段もおかしかったですけど、ね、そうですね、階段ちょっと初めてチャレンジしてました。いや、なんかすごい猫の心理が分かってらっしゃるかなと思ったんですけど、まあ猫の心理っていうか、まあ、建築家ってあ
相手のこう気持ちになるのが商売だから、うん、まあそれはできなきゃいけないっていう部分もあるっちゃあるんですけど、あの事務所 の, あの窓の向こう側にあの万年塀があそこにあるんですけどね、うん、あの上をね猫がよく歩いてるんですよ。おで、まあ、最近ちょっと少ないんですけど、あの、まあ、割とよくいろんな猫が歩いてて、そういうのを仕事しながらこう見てると、なんかあやっぱああいうところの上歩きたいんだなみたいなこう思うんですよね。でその辺歩いてる猫とかも、まあ、道路の端っこ歩いてたり、なんかこう木のほらみたいなのあるとそこ入っててみたり、なんかそういうとこ入るの多分好きなんだろうねっていう。あ確かに。もうなんかまあなんか猫の気持ちはそういうのを見てこう感じるようにっていうんですかね。でまあ、あの例 の, その調布の家の時にはそのゴールデンレトリバーで結構大きい犬と猫が一緒にいたから、まあやっぱりかなりあの最初にお打ち合わせに行った時に猫の方がビビってこういうところからこう降りてこないんですよね。別に仲悪いわけじゃないけど、やっぱ大きい動物にこうまだあの時でゴールデンレトリバーのあれ福ちゃんか、福ちゃんがまあ若かったからすごいこう猫にこうちょっかい出すんで、でま あ, あのビビってこう上をこう歩いてソファーの背中とかずっとこう歩いてたんで、あこれはそういう場所作ってあげなきゃいけないなと思って。いやなんかもうあれ猫飼ってらっしゃってその経験値から出てるのかと思ってました。ああいや全然全然ですね、詐欺なんじゃないかって思われちゃう。でもね実際ねすごい勢いで猫ちゃん歩いてましたからね。そうね、ね、使ってくれてね嬉しいですよね。たまにあの年齢いってる猫だとあの登らないっていうのがあ、ね、なんかそういう話もありますけどね。